どうも皆さんこんばんは、夏目さちのげんです。あなたの心の故郷の見出し役、さやです。個人の精神世界の中にあの侵入して見出しに行きます。一番嫌なとこ見出しに行く。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、寿司。逆じゃない？寿司だよね。逆じゃない？寿司だよね、これね。これどう見ても寿司だと思うんだけど。私概念は一緒。魚と米、巨大魚なのか巨大米粒なのか分からん、これは。はい、ということで今回こちらです。自画像。今回やっていく企画はこちら。こじら。絵描きなら鏡を見なくても自分の自画像 100% 一致描けるでしょう。卵キャノン。怖っ。こっから出る。可能なのどこ。総排泄口が手前についてるんだ。総排泄口。はい、で今回は自分の自画像でスタンプ作ってみたっていう、はい、少ない少ない地獄じゃんかね。いや、なんか夏目さんちお絵かきチャンネルなんですけど、うん、あの自画像描いたことないよねって思って。お絵かきチャンネルって自画像描かないといけない決まりもあるんですか？そんな決まりはないんだけどさ、お絵かきといえばっていうかさ、はい、まあ、自画像っていうジャンルがあるわけじゃん、やっぱ。いや、でもなんかそれってお絵かきといえばっていうのって、それで個人の見解によるんじゃないですか？うるせえな、なんかどうしたんだ。で自画像なんて描けないよ、だって。これじゃダメなの、これじゃ。あ、いつもこれ。そうそうでも確かにアイコンっぽくなっているというかさ、うん、はい、だいぶデフォルメが効いたさ自画像じゃないですか。確かに愛おしいんじゃないもん、まあ、うん、うん、やっぱり実写動画とかで結構最近は夏目さんちの面も視聴者の方も分かってる人が多くなってきたような気がするのよ。え、影武者なのに。影武者なんだ。あれ全部吹き替えだったんだ。すげえな、吹き替えの技術。まあ、なので、うん、まあ、その今までこう動画の企画として自画像をやってなかったなって僕思ったんですよ、はい、そろそろそういう企画をやってもいいかなと思ったんだけど、うんうん、でも自画像描くだけってつまんないよねって思って。え、そう。いや、だって自画像だってさ、鏡見ながら自分の顔描くんだから。あー、そういうことね。なんかそれが上手いか下手かは置いといて、うんうん、まあこんなもんだよねみたいなのが出来上がっちゃう。いや、わか、はい、かんないものやっぱ資料見なきゃいけないじゃない、うん、わかるじゃん。まあ毎朝見てるじゃん、鏡。で、絵描きは観察力が高くないといけないんでしょ。ああ、そう、目を鍛えろとかって言いますもんね。そうそうそう、言いますよ、みんな、はい、見てるよね、自分の顔。うわー、資料いらないよね。うわてなわけで、僕たち意識して鏡を今日たっぷり見たとか、うん、そんなこともなく。いや、そうだ、せいさん今日なんか朝歯磨きして、うん、うわ、口の端っこにめっちゃ歯磨き粉ついてる、ここぐらいしか見てないよ今日。本当に。いや、本当に僕も髭剃ろうぐらいでしか見てないから、うん、はい、注視はしてないの。確かに全体像は見てないかもしれない、うん、そう、もう今までの培われてきた自分のこの30年以上生きてる人生さ、うん、付き合ってきた顔よ、どれだけ見てると思ってんの。ということでやっていきたいと思います。思います。これ以上いかないんだよね、手の角度的に。ダーリンダーリン、どうして。さあ、ということで早速やっていきたいんですが、もうここからは、はい、俺たちここ自画像を描くまで出られない部屋です。怖っ。外出ちゃったらもうね。え、そうだよ、何に顔が映っちまうか分からないから。そうだよ、顔映っちゃった瞬間にもう魂取られるから。俺たちそういう契約にしたから。はい、だから今から我々は自分の顔を嫌というほど思い出して、うん、ここに書いてください。嘘、それでなくても嫌なのに。うん。で、画材は自由なので、今回僕は iPad、さやは何でいくんですか。紙ですね。まあ見たらわかるね。紙と何でいくんですか。筆ですね。筆なんや。これシャーペンです。はい。色を塗るんですか。色は塗ります。なんで一個ずつ聞かなきゃ答えたくないんだよ。いっぺんに喋ってくれ。非効率中だから。初めて聞いた、非効率中。でもなんかありそう。あ、そうそうそう、ピカチュウ、ライチュウ、非効率中っていうのが出てくるから。見てて。すごい非効電気タイプ。さあ、やっていきます。はい。制限時間はですね、トイレに行きたくなるまで。いや、マジでそれ。あの、トイレに行っちゃダメだから、この企画。はい。トイレに行っちゃダメということは、うん、たくさんなんか水分補給しちゃうとかける時間が短くなるってことね。そうだよ、飲もう。うん、飲もう、とりあえず。いつもの感じだと僕1時間ぐらい経ったらね、トイレ行きたくなるんだよ、うん、最長でも多分2時間ぐらいだと思います。 OK です、はい、その時間内に自分の顔を描いてください。はい、用意スタート。ピー。ダメよ、あの、さやさんあれ描かないでね。
やめろやめろ、適正でその前髪を作るんじゃない。んできたじゃないそれはダメなの。できる限りリアルにお願いします。無理。ちなみに僕はあの自分の顔見てさ、うん、顔を描いたのって高校の美術の授業の自画像が最後かもしれない。うん、そうかもしれない。でもそれぐらいな気がする。だからもう顔が変わってる。なんか鉛筆で描かされたやつ。あ、そう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 。え、待って、デジタルの人ずるくない？だから俺と iPad にしたんだ。え、戻れるじゃん。え、ちょっと待って、さやも iPad にしようかな。さやも iPad にする。うん、ちょっと5時間後に会いましょう。うん、まあ、さやもなんか iPad で書きたいらしいんですけど、あの iPad の充電がね。ごめんね、あの徹底した非効率充電。ね、見て、ここの遅れ毛さやさんっぽくない？わかる。ね、見て、無反。あー、無反だ。ベリーベリー無反だ。で、ただこれ一個罠があって、もうさや罠に引っかかってるね。何？前髪の分け目逆なんだよ、さや。あー、ね。ねじゃねえよ。シャンメンやね。シャンメンだそれ。僕今頑張って逆にしてるのに。え、えら。でもさ、うん、右とか左とかさ得意じゃなくてさ、うん、私わかる？この気持ち。はいはい。右って言われても左向いちゃうし、右って言われても左向いちゃうわけよ。どういうことよ。だからこの際さ、しょうがないってわけ。うん、どうしよう、お父さんに似ていく。でもお父さんをちょっと思い出すのは別にさ、方法としてはありなの。確かに。太ってんだよ俺。さやもめちゃめちゃ太った。全然産後から戻れない。はぁ、実は結構なんかさ、こうやってさ、お絵かきしながらさ、うん、動画撮るの久しぶりでさ。あ、確かにね。一個前の収録あれだからね。喫茶店に行って美味しく俺ご飯食べて、ご飯食べてただけだから、ね、そう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 、実はすごい面白いことが何個かあったんで、はいはい、この撮影してない期間の間に東京ゲームショウが挟まってるんですよ、実は。あ、挟まってますね。そう、挟まってますね。その東京ゲームショウにさ向かってる途中でさ、幕張メッセ近くのちょっと川があるんだけど、そこはわりかしなんかドブ川系というか、あ、そうそう、匂いがちょっとね、そう、匂いがくせえなっていう感じだったので、私とゲンさんとベベでくっさーみたいな感じで言いながら歩いてたら、私たちのちょっと前ぐらいになんか親子連れがね歩いてて、でなんかちっちゃい女の子がね、見てお母さん川がキラキラ光って綺麗だねって言ってて、マジな、ごめんマジごめんってなって、汚ねえ大人だよな。なんかつまんねえ大人になっちまった。いや、マジつまんねえ大人になっちまったと思って、うん、別にそんな大声で話してたわけじゃないんだけど、いや、そうそうそう、あのそう、なんか草かねこの辺みたいなぐらいの、うん、そうそうそう、そのぐらいのなんかさ粛々と喋ってたんだけど、そうそう、前からすっごい元気な女の子の声聞こえてきてさ、ね、川じゃないね、汚れてたの俺たちの心だ、俺たちの心だったって。なんか自画像というと、なんか別にデッサンではないんだよ。あ、これあれだから、犯人をさ目撃した人がさ、警察にさ犯人の特徴を教えてくださいみたいな感じで言われた時に、なんかこんな感じで、うん、こんな感じでつってやって、あの似顔絵が作られるっていう。確かにあれに近い。そう、これそれです。確か犯人はこんな感じの目をしていてっていう気持ちで描いてる、はい、なんか美人じゃない？ちょっとハシカンに見えてくる。ちょっと美人に描きすぎたかもしれない。ってことはさやさん、あの自分のことハシカンだと思ってんだ。いや、じゃあ待って、よく考えて、こうなりたいかも。あ、描いてる。ちょっとね、あの自画像思い出して描いちゃうとさ似てるな。似てるよね。すごい似てる。一旦ここまでさ、ここまで輪郭似てない？いや、すごい。俺すごくないわ、自分でも思ってるわ。え、もうゲンさんだってわけだよね。その口してるもん、ゲンさん。自分のこの口嫌いなの、うん、だから覚えてんの。すごい。なんかおちょぼ口みたいな、うん、顔の大きさに合わないおちょぼ口がマジで嫌いで、俺引きちぎってやろうかなっていつも思ってんだけど。引きちぎる。すごいなんかネガティブな話ばっかり言うんだけどさ、やめてください。それ私の旦那さんの悪口やめてください。すいません、申し訳ないです。本当、髪の毛虫取るぞ。いいの。見て、めっちゃチェックした。ちょっと目が大きすぎてさ、ハシカンになりかけてたから。ってことはハシカンはとても目が大きいってこと。わかった、ハシカンはさ二次元の存在なんだ。そうだよ、ハシカンなんだよ。世の中の女子はみんな橋本環奈かね、石原さとみになりたいんだよ、うん、まあね、これは偏見だよ、うん、だな。だって世の中の俺たち世代の人だってみんな岡田准一になりてんだよ。岡田くんはかっこいいぞ。だから言ってんだよ。岡田准一かな。うん、橋本環奈に、ね、なりてんだよ。俺だって、いや俺だって、逆に言うと橋本環奈にもなりてえ。みんな橋本環奈になりていこうとする。でもね、こっから目が分かんないんだよな、結構目描くときになんか自分の理想を反映してしまう可能性がある。あ、そう、それはある。だからちょっとなんか持ってないってなってたら、俺はそうなりたいんだなみたいな。うん、僕たちは。そうだよ、だってさやさんだってさ、まつげマジサバンナだからさ、ちょっとそこをちょっと反映してしまって、ほら見て、ちょっと厚め生えてるんですよ。でマスカラって全部さ、だってさ5を20とか30とかにするのがマスカラなわけじゃん、はいはい、でも0を1にはできないわけよっていう気持ちにならん？悲しい、悲しい気持ち。しかもなんか、お前をよく見せるまつげは生えてこないけど、目に入るまつげはたっぷり生えてくるんだけど、どういうコツ？どういうコツ？
そう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 、見てこの、この悲しい。あ、でもなんか六分台ちょっと鞘っぽいわ、その二重。え、ゲンさんうまうま、すごっ。でもね、うん、僕たち今回ちょっとずるいんだけど、うんうん、メガネキャラですから俺たち。あ、そうだ、最終メガネかけた時にちょっと雰囲気出ちゃうかもしれない。確かに。てかさ、メガネの人ってさ、結構こうメガネかけたらもうその人感出る時ある。そうそうそう。クソ真顔のさやさんが現れてやめてごめんね、チュルチュルやん今日は。この世にまださ、すべての希望を見出してるゲンさん、ちょっとハイライトが入りすぎてゲンさんのくせに。違うんだよな、なんかさ、絵にするとさ、つるっと感出ちゃうじゃん。出る、ね、俺こんなつるっとしたいんだよね。だこの汚さをどうやって出してるんだろう。ゲンさんの汚さ、自分の、別に僕自分を美しく描きたいわけじゃないんだよ、本当にそれは誤解だから。顔面コンプレックスはね、それなりにね、多いんだけど。そうなんだよな、我々多いんだよな、そうそう、結構。でもなんか顔出てた方がさ、みんなもなんかお友達じゃないけどさ、ね、親近感湧いてもらえないかなというあれでさ。それはそうだね。こんなさ、一番星宿しちゃってるけどさ、さやさんね、子供の頃アイドルになりたかったよ。あ、そうなんだ。そう、ミニモになりたかったんだよ。ああ、あの頃はみんなそうだよね。で、見てて、見ててゲンさん、うん、いくよ、うん。皆さん、こんにちは。あ、 iPad です。iPad さやです。で、ここもよもよして動かして。いや、めっちゃもよ、助けてみんな。そう、この笑顔が、笑顔が下手なの。下手なの。だから俺なんかほえっていう口したいの。やばい、綺麗。ずっと綺麗。眉毛、眉毛がないから、ね、眉毛ないっすよ、だと思うよ。眉毛ないからなんか妙にあの人間味がない。でもなんかさ、できることならさ、うん、その学生時代にさ、書いた時のやつとさ、はいはい、比べたかったよね。確かに、そんなもん残ってないな、さすがに。ね、もしかしたらどこ見てるか分かんなくて怖いんだよね。人殺してるな、このやつ。殺してるな。急にどうしたの、なんか急に病んでるじゃん。どうしたの。いや、なんかキラキラ要素を取り払おうと思ってちょっと頑張ってたの、うん、キラキラ今度は取り外しすぎてこの絶望し始めてる、なんか。すごい絶望してるよ、うん、そのゲンさんは。なんかね、そのサヤさんも人殺してるんだよ、ね。もういいよ、全部なくなっちゃえばいいんだって言ってた。え、どうですか皆さん、似てますかこれ、さやさんに。さやさん、そんなに怖くない。嘘、うん、目の割に目かっぴられてるのが怖いのかもしれない。確かに、さやさんそんな目開けないじゃん。あ、でもね、ちょっとそれはあるかも。あのさ、鏡に映るときってさ、うんうん、最大限自分の顔がよく見えるように目カッと開けて、うんうん、見てるらしいよ。あ、人間って、そう、なんかそういう法則が一定あるんだって。っていうことかもね。だからなんかカッて感じになっちゃう。自分の心はたとあれちょっとだけ守ろうとしていくんだね。どうしたらもっと来たんだ。痩せてんだな。でももう今からもう太らすのは無理だから、これはあの2ヶ月後ぐらいに見てほしい。このぐらい痩せたい。痩せたい。ということで完成しました。イエーイ、はい、鏡を見ずに描いた自画像、果たして絵描きは描けるのか。せーの、どうも皆さんこんにちは、夏目さんちのゲンです。どうも皆さんこんにちは、画面に閉じ込められたサイです。これだいたい今1時間半ぐらいで鏡を見ずに描いた比較的実写に寄せた、はい、イメージの自画像。だ、さやさんの前髪はだから逆なんで、うん、あー、そう、まあね、許せよ、うん、ほら許せよって言ってるじゃん。いつもはこれです。リアルになるとこうなります。なるほどなるほど、はい、いや、でもなんかお互い雰囲気は、雰囲気は出てると思う。あるんじゃ。え、でもゲンさんめっちゃ似てると思う。マジ？うん、やっぱ口元かな。あのね、この口ムカつくよね。ほんと嫌いなの、この口。だけど、この口だから、うん、妙にここだけは覚えてるの。だから、うんうんうん、顎下が結構僕のコンプレックスというか、うん、ちょっと顎下長めのおちょぼ口で丸鼻みたいな、うん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 、嫌な覚え方してるんですよ。いや、でもすごい似てるわ。ありがとうございます。
あとはもうちょっと体重マイナスちょっと5キロぐらいかもしれん。あの頭の中に残ってるのはあの理論値の。うん、理論値の。理論値の理想のね。うん、ほら、サヤさん、ちゃんと二重顎とか見て、ほら、ほら、見て。その角度から見てて二重顎になってはいないの。ショックだったんよ、うん。でもね、ちょっと、まあ、ちょっと産後太りがまだ戻ってないというのをね、はいはい、ここにちゃんと記録したから、なるほどね、私、うん。似てはいるんだけど、もうちょっと痩せてるよ、サヤ。ありがとうね、うん。もうちょっと痩せてるし、頬が下すぎるかも。うんうん、多分、サヤ、あの、自分の中で産後太りがショックすぎて、うん、現実の体重よりプラス5キロぐらいしてるかもしれない。ここに私の動揺が込められてる。かもしれない。もうちょい痩せて描いた方がサヤっぽくなる気はする。あー。見ないで書くことによってさ、はい、なんか自分のコンプレックスのさとか、ね、直近の衝撃とかにさ、ね、込められてしまう。気になっているところがこう浮き彫りになるというか、ね、だから自分を見つめ直すという意味でもやっぱり自画像っていうのはいいのかもしれない、かもしれないね、うん、いや今回の夏目さんちは痩せたいっていう願望とコンプレックスが出てしまったゲンさんと、はいはい、産後太りが衝撃的すぎたさやさんっていう、はい、なんかこう、ね、暗いな着地点暗いな、この暗いな暗いないや皆さんもぜひあの自分の顔見ずに描いてみてください、うん、はい、意外とその自分の今思ってることとかが正直にこう絵に現れるかもしれません、ね、うん、あ、ここ気にしてたんだ自分ってことで、そう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 今度からさ、こう画面とこさ、シュッて出てくるこれしようこいつら喋らすかちょっと今ちょっとさ、このさ、口閉じだけさ、うん、加工でなんかどうにかならない夢に出る怖いねちっちゃい子泣いちゃう一応ちょっとこれさ口閉じ差分を今書いて、うん、じゃあやってみますか、うん、はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです助けてください助けてください